ペロリッチのディープ富山コレクション。スポーツの秋、皆さんは何をしますか？ペロリッチはかっちょいいやつをやりたいと思います。というわけで今回のスポットはここだよ。ワンワン、今日のペロリッチはすごいところにやってきてます。すごいところ、すごい。今日はニックススポーツアカデミーストリートスポーツパークにやってきております。ニックススポーツアカデミーストリートスポーツパークは国内最大級のコンクリートスケートパークを誇る複合型スポーツ施設。このスケートパークはスケボー、インラインスケート、BMX の3種類の競技が楽しめちゃうんですね。ふう、自転車って飛べるんですね。先ほどペロリッチの頭の上をかっ飛んでいった老松さんに話を伺いました。老松さんが一番気に入っているところはどこですか？スケートパークのゾーンの方のストリートエリア、そこが一番好きですね。なるほど。ちなみになんですが、 BMX やってたらモテますかね？かっこいいトリックとかメイクしたらモテますね。たー、きたこれ。そうと決まればペロリッチもやってみたいんですが、できるもんですかね？あ、練習すれば誰でもできるんで大丈夫です。練習すればか。よし、じゃあ変身。ペロリッチに合うヘルメットはないですけど、ヘルメットは皆さん必ず装着しましょう。意外と乗れちゃってるな。これはモテちゃうんじゃない？困るな。ズザザザザザザ。ファンレターはこちらまで。さらにダンスゾーンやボルダリングゾーンもあって、いろんな方に楽しんでもらえます。せーの、よいっつん、全然ダメ。さらにさらに、八尾にあるニックススポーツアカデミーサイクルパークは自転車のダート専用コース、上級コースから中級、初級、キッズコースまであるから、自然の中でビュンビュン楽しんじゃおう。ちなみに老松さんってやっぱりモテたいから BMX やってます？いや、そんなんじゃないですね。自分がやりたいことをやってるって感じなんで。ごめんなさい、ペロリッチもやりたいこと頑張ります。この秋、思いっきりスポーツ楽しんでみましょう。せーの、富山が大好き、ペロワンワン。